ミヒエルシュタットは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、オーデンバルト軍に属し、ダルムシュタットとハイデルベルクの中間にあたる、同州南部のオーデンバルト内に位置する。ミヒエルシュタットは、オーデンバルト軍で最も大きな町であり、軍庁所在地のエアバッハと直接境を接している。ミヒエルシュタットは、北は、ブロムバッハタール、バートイ二比、リプッツェルバッハ、東は、 クリンゲンベルク、ラウデンバッハ、クラインホイバッハ、ミルテンベルク、バイルバッハ、アモールバッハ、キルヒツェル、南はエアバッハ、西はモッサウタール、ライヒエルスハイムと境を接している。ミヒエルシュタット氏は以下の四区からなる。ミヒエルシュタットは741年にフランク王国の救済でカール大帝のおじにあたるカールマンによって初めて文献上に記録された。 ミヒエルシュタットはオーデンバルト内で最も古い入植地の一つに数えられる。その城はフランク王国時代の館にその源を持つ。これは近隣の住民たちの避難所として設けられたものである。741年にフランク王国の王領としてカールマン公はこの地域をボニファティウスの弟子で初代ビュルツブルグ司教に就任したブルカルトに授けた。 この贈与はおそらく一代限りのものであったと推測され、その後ミッチェルンシュタット地域は791年にブルカルトが亡くなるとフランク王に返還されている。木組建築が立ち並ぶミヒエルシュタット市内815年にマイケリンシュタット一帯は改めて贈与された。アインハルトのカール大帝の宮廷における副線の部下としての大きな功績が認められ、 カール大帝の息子であるルートビヒ経験王から首言うとその周辺に流言の書量が与えられた。このアインハルトがアインハルトバジリカの建設者である。彼は819年にオーデンバルトの書量をロルシュ修道院に移送することを決めた。この際に正確なミヒエルシュタット支配地の範囲が記録された。840年3月14日、アインハルトの死去により、 修道院はこの遺産を受け継いだ。視聴者に掲げられた古い紋章17世紀に、紙壁の外側に、初めて家屋が建設された。1773年には、第三の門として、ノイトーアが設けられた。19世紀に入ると、門の塔は次々に取り壊されていった。1806年にミヒエル・シタットは、ヘッセン大公配下のエアバッハ博ハの所領となった。 鉄道が建設され、1870年にダルムシュタットまで、さらに1881年にエーバーバッハまで完成したことは、ミヒエルシュタットに大きな経済的飛躍をもたらした。以前の自作のとしから主工業や商業が発展し、鉄道を背景に重要な工業企業を要する一大都市に発展した。この都市は経済の新時代を迎えたのである。 食交通フトと染色交通フトは織物会社に発展し製鉄所から機械製造工場が設立された。造毛細工はお土産作りや人工樹脂化工業の出発点でもあった。2007年にエアバッハ市と合併して2009年に新たなエアバッハミヒールスタット市を設立するという計画が持ち上がった。その狙いは一つは 人口3万1000人の重点都市を形成すること、もう一つは経費を節減することであった。しかし漁師で行われた住民投票でこの計画は頓挫した。ミヒエルシュタット市民は54.9%が合併計画に反対票を投じた。ミヒエルシュタットの市議会は37議席からなる。市長は2009年からシュテファン・ケルベルトが務めている。 ミヒエルシュタットの象徴的建造物である。視聴者、ミヒエルシュタットは、多くの木組建築が立ち並ぶ絵に描いたような、旧市街を持つ。突起すべきものに、以下の建造物がある。かつての市壁内には、歴史的視聴者、市壁のディープストー、ワイン像があり、その外側では、後期ゴシック様式の市教会アインハルトのバシリカ、エアバッハフィルシュテナウ博の上官、フィルステナウ城、 オイルバッハの狩りの城と、そのイギリス式庭園、ネッカーオーデンバルト、リーメスの一部である、ローマ浴場と城がある。歴史的視聴者、編集ドイツ郵便の切手のデザインになったことで、世界的に知られるようになった、ミヒエルシュタットの木組の視聴者は、1484年に、後期ゴシック様式で建設されたものである。その後何度も、内部の改装が行われ、 1743年から1903年まではコケラ武器の屋根であった。1階は市場用のホールになっている。裏側の壁は墓地の壁の一部であった。この1階にスペース上に上層構造が乗った形である。今日まで知られていないこの建物の建設者が誰であるかという推測がなされており。 シェンク・アドラー・フォン・ウェア・バッハとボルムス司教のヨハン・フォンダル・ベルクの名前が挙がっている。ワイン像、編集ディープス等ワイン像は、中世初期のフランク時代の城址場に建てられたルネサンス様式の建物で、ミヒエル・シュタットの紙壁と一体化している。城時代は、ローマ時代のオーデンバルト・リーメスとマイン・リーメスの、それぞれの城を結ぶ二つのローマ街道の交差点に、 設けられたローマ時代の入植、交易地に作られていた。隣接する修復されたディープストーに掲げられた商業の神、メルクリウスのトルソはその証拠として重要である。この防衛塔は19世紀の初めまで監獄として用いられ、その後首都局の誤りのため、フランク時代の城のベルクフリート。実際のベルクフリートは十分の一前倉庫の北東角に一体化した。 建物として建てられており、倉庫の雨どいを作る際に取り壊されてしまった。しかしその円形の基礎部分を伺うことができる。後期ゴシック様式の市教会、編集1490年に完成した市教会は、カロリング時代にアインハルトによって建設された木造教会に変えて建てられた石造りの教会である。振動の列柱や南北の翼籠の壁は1475年に、 作られた。内陣は1461年に作られたものだが、内陣前の北壁はカロリング時代のままである。1970年代に、首郎はドイツで最も貴重な図書館の一つとして使われていた。この図書館は、14世紀にミヘールシタット出身のシュパイアー聖堂三次会会員、ニコラウス・マッツが、故郷の町とその市民に依存した書籍を含む1000冊以上の 書物を有していた。やがて図書館は改築された、ミヒエルシュタット郵便局の倉庫に収容された。市教会の前身はこの地を水源とするキリアンスフロスという名前の小川の上に設けられたケルトゲルマン初期の霊場で、後のローマ時代にはミトラ教の宗教施設が設けられていた。内包されたキリアンスフロスは、アライライバンのほか、町の泉にも水を供給していた。 しかし、キリアンス・フロスの本当の水源は、市街の外にあり、墓地から遠くない場所で地中に一旦消え、市内中心部で再び湧き出しているのである。シュタインバッハ地区のアインハルトのバシリカ、編集、アインハルトのバシリカアインハルトのバシリカは、カール大帝の年代記作者で副線の部下であったアインハルトによって建設された。824年から827年に建てられた。 このカロリング町の教会は大部分がカロリング時代のまま保存された数少ない建築例の一つである。アインハルトの依頼を受けて交渉人のライトライクがローマで盗み出した殉教者ペテロと殉教者マルケリヌスの遷維物をこのバシリカの地下聖堂に収めて以後、従者が悪夢に悩まされ血まみれの骨が現れるといった事件があり、協調と判断したアインハルトは 妻の縁馬と共に館を移り、生物は、オーバーイコールムリンハイウアムマインに移された。オーバーイコールムリンハイウアムマインには新しい大きなバシリカが建てられ、巡礼地になっている。一説には盗まれた生物は、ローマからサンモーリスまで隠して運ばれ、ここからミヒエルシュタットまでは巡礼者が歓声を上げながら、運んだとされる。シュタインバッハのバシリカは何度も、 改築や増築がなされ、病院に転用されたりした後、17世紀からは、ナヤとして使われていた。カロリング町時代の建物であることが再発見された後、1873年のバシリカの初期部分についての調査と保全が開始された。アインハルトのバシリカは1967年までエアバッハフュルステナウ1の所有であったが、現在は、ヘッセン州の所有物である。 シュタインバッハ地区のエアバッハフュールステナウ博の上官、編集エアバッハフュールステナウ博の上官。画面左手が新宮殿この町に残る城をめぐると、様々な建築様式が一望でき見応えがある。北西の古いマインツ選定校の、境界防衛施設や水木から、ゴシック時代の石膏の仕事場である、ストラスブール聖堂の石切り場を通り、シュタインバッハに至る。 水木西側の2本の隅塔の間にある、ルネサンス様式の巨大なアーチ門から中庭を通して、旧城内庭園が開けている。かつて貨幣鋳造所であったルネサンス様式の水車小屋や、ミュームリング川沿いには優美なバーロック様式の騎士の館がある。水木の西側は、古典主義様式の居住翼、新宮殿や、全く近代的なイギリス式庭園である、木内庭園には、 ゴーキバロック様式のオランジュリがある。オランジュリの上層は小さな城内劇場になっている。フィルステナウ城は現在もエアバッハフィルステナウ博家のハウシェフであり、その家族が住んでいる。かつてのマインツ選定校の防衛施設は1355年からエアバッハ家の所有となった。城を外から見学することは昼間であれば可能である。ローマ浴場と城。 編集ビュルツベルク城市のローマ浴場跡ビュルツベルク、地区のすぐ近くの森林伐採地にローマ時代のビュルツベルク城市がある。この城は、ネッカオーデンバルト、d ーイメスの一部として、紀元100年頃に建設され、国境がさらに東へ移動するまでの約60年間使用された。この城については、基礎壁から概略が分かっているだけである。これに対して隣接する。 小さなローマ浴場は修復されている。地面は当時の位置まで掘り下げられ、高さ1メートルほどの壁が立っている。小さな規模の浴場ではあるが、約120人の城の中流兵だけで造営されたものである。ローマ浴場の構造はよくわかっている。フィールブロンから遠くないところに、レイ,イコールベルトハイムイコールローゼンベルク効果のかつての狩りの城がある。やはり、 リーメスの一部であるハインハウス城市も見られる。さらにミヒエルシュタット地区の東端にオイルバッハ城とその近くにオイルバッハ庭園がある。この庭園は19世紀初めの同盟の狩りの城に付属した庭園に由来するイギリス式庭園で長寿園を併設している。その他の建築、編集ミヒエルシュタットのマルクト広場ミヒエルシュタットで、 連邦道 B45 号線と B47 号線が交差する。前車はフランクフルトアムマインとアウクスブルク、後車はボルムスとビュルツブルグをそれぞれ結ぶ、いずれも古い交易路であった。この都市にはオーデンバルト鉄道の駅がある。この駅は、ビアス、GMBH のレギオナルバーン、シタットエクスプレス、レギオナルエクスプレスの列車が停車する。これに加えて、 ミヒエルシュタットには特殊飛行場のミヒエルシュタット飛行場がある。市街地の西約2キロメートルにあり、サークルが利用している。ミヒエルシュタットには基礎家庭学校が4校、実家、本家庭学校が1校と、ギムナジウムミヒエルシュタット、オーデンバルト軍立職業学校がある。軍立職業学校は、職業学校、職業専門学校。 職業義ムナジウムを包含したもので、現在の名称はビスオイローパシューレである。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ミシャルスタッドダモス、ありがとうございます。